なんだその顔。春カメラ嫌いだからね、カメラ向けたらね固まるんですよね。はるちゃんお顔見せて。はるちゃんですけどね、前回ねムムの検診の時にね、ちょっとお目々から目やにが出てるってことで病院に連れて行ったんですけど、でまああの時も言ったんですけど、目の表面にね少しね傷が入ってるってことで、それが原因だったんですけど、目薬をね毎日さしててね、変な顔してるけどねだいぶ治ってきてるんですよ。はるちゃんもうその顔じゃ治ってないみたいに見えるんですけど、お目目パッチリなってきたよね。うんうん。こっちの目なんですけどね、こっちの目、うん、こうね。せっかくの可愛いお顔なんですから、お目目パッチリして見せてくださいよ。はるちゃんファンがいるよ、はるちゃんファンが応援してくれてるよ。可愛い顔見せてって。はるちゃん、はるちゃん、本当はもうだいぶ治ってるでしょうが、治ってないふりしてるの。これ治ってきてるんですよ、だいぶね。全然治ってないみたいにこの顔だと見えるけど。ね、ごめんごめん、寝てたの。ん、寝てたの。眠たいみたいですね。はいはい、はい、ありかありか、ちょっとね汚れついてるけど、うん、まあということでね、もうちょっとね目薬さして、もうだいぶ本当にね目やにも出なくなってきたしね、良くなってきています。心配していただいてる方もいらっしゃるかなと思って、ちょっとはるちゃん撮ってみました。もう寝てるけど。今度は可愛いお顔見せようね、はるちゃん。ん、何それ。可愛いかやん。ということで、はるちゃんでした。ではでは。おやすみ、はる。可愛いか。